サンセールの注意点をご紹介します。まずはじめに肘当て逆突きです。この時両方とも中段になりますので上がって高くならないようにしましょう。次の注意点は側頭蹴りです。しっかりと軸足に体重を移し、猫足を取りながら蹴ります。その際に上体が上がらないように注意しましょう。次の注意点は四股立ち交差受けの移動です。交差受けの際、腰が上下動する場合が多く見られます。腰の高さを変えずに移動します。空手というものはもともと型から、始まりまして、それをもとに基本や、組手が出ていきました、今の競技の組手の中では、非常に外国の選手が、多く使うような、転身が多かったりまた崩しが多かったりというものがあると思います。もともと本来は型の中に、その要素がまた動きが入っていますので、型を一生懸命やるとその使い方として、組手が、生かされると思っておりますので、組手の選手も、型競技の練習のための型ではなく体の操作方法としての、空手の型を練習していただければ組手に生きると思いますし、また型の選手も、組手の、自由な発想自由な動きの中の、動きが、型の中に入っていますので、それを再確認できれば非常にいい勉強になると思います。